本駅は、福島県藍津赤松市門田町大畑市の、関畑畑中にあった藍津鉄道藍津線の駅で、ある。市の関六地蔵村にて行われた市の、関盆踊り祭りへの集客による、地域振興を目的とし、2009年8月23日、及び8月24日の2日間限りの臨時駅、六地蔵村駅として開設され、 各微列車4往復が停車した。一旦廃止されたが、2010年に駅名を一の席、六字造村駅として再開設され、8月23日及び8月24日に、各微列車7往復が停車した。以降も2013年まで、毎年開設されていたが、2014年は予算不足により開設されず、それ以降も開設実績がない。 なお、2017年7月より発売された、合図鉄道開業30周年記念前駅、記念入場券には、合図線の全21駅の入場券のほかに、当駅のレプリカ入場券が同梱された。無人駅で、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、鉄パイプに、板組の仮設のもので、駅設備は、毎年の開設期間中のみ設置し、 終了後は撤去していた。初年度の設置費用には、県の補助金などが充てられた。ありがとうございます。